元吉パーキングエリアは、宮城県気仙沼市の三陸沿岸道路にあるパーキングエリアである。公式な発表はないが、元吉津インターチェンジ大谷海岸インターチェンジ、関海通に伴い共用開始した。三陸沿岸道路の無料区間では駐車場のみのパーキングが多数であるが、当パーキングエリアではトイレがあり珍しい。さらに、気仙沼市が利用者への憩いの場と、 物産、観光情報等の提供を目的に、無料休憩施設と自動販売機を設置している。案内標識並びに、パーキング施設にパーキングエリア名の表記はなく、公式名称は未定だが、伝統の柱には、元吉パーキングエリアとある、上下線集約型で U ターン可能な構造となっている。売店施設は設置されていないものの、各週土曜日限定で軽トラを使った、 農産物販売所、軽トラシが開催されている。出入り口は平面十字型である。出入り口は平面 Y 型である。三陸道元吉パーキング軽トラシの第3回ワークショップが開催されました。三陸沿岸道路が気仙沼市までつながります。平成31年2月16日に区間 14km が、 海通国土交通省東北地方整備局、仙台河川国道事務所、https://www.thr.mlt.go.jp/.bumon/.kisya/.kisya/.images/.733991pdf2019 i 1, 1年1月21日閲覧。 三陸道のパーキング内に休憩施設を整備しました気仙沼市。 h t t p s w w w k e s e n u m a m i y a g i j p s e x s 0 0 2 0 2 0 0 3 0 0 5 0 0 2 0 0 8 0 0 1 0 9 0 0 1 9 s 0 0 9 pdf2020 年8月22日閲覧。ありがとうございます。